いおひつじ座さんこんのいよてないおひつじ座さんの,の2023年4月、えーまあ、今の1週間一応ちょっと過ぎたんですけど、まあ、全体を一緒に見ていこうかなと思います。今日はじゃじゃん紫紫の布をこの間ゲットしたので魔女感ちょっと増して魔法使い感増していこうかなと思ってます。個人的には魔魔法使いとか魔女 うーって言われることもなんか最近は今までちょっとんだろうトラウマというか魔女狩りの格好生みたいなのがトラウマだったけどもうねあれですよ魔女え魔女ちゃんとかね天使じゃんとか言われて魔法使いじゃんって言われてそうなんですよって言えるようになりましたっていうちょっとプチねアップデートもシェアさせていただきながら早速行きましょうぞ。 よし、えー、と最初はこちらの漢字オラクル漢字のねこの、えー、キーワードというかねメッセージ、えー、4枚、えー、選びますでその中からその中からそれをねストーリー、あのー、おひつ羊座さんの4月ストーリーとして一緒にタロットで掘り下げていきましょうでは、えー、お羊座さんのちょっとエネルギーもう一回整えますね はい。よし、じゃあ四枚いきましょう。これ、はい。ぼん一枚目、おお高い。二枚目、おお座座る。おお三枚目新しいシーって感じですね。お おこれ出るとおおってなっちゃいますねいつもね4枚目愛が出ましたよ羊座さんこれちょっと私の A 型感ねこのなんかちょっと綺麗に並べてはいよしこれ、おい <laughs> 結,結局結局っていうね結局ぐしゃってなるっていうねはい,はい綺麗になりましたよしじゃあこの4枚 えー、おひつじ座さんのストーリーなんか四字熟語としたらなんかすごい美しい感じでし座あ愛みたいなだい毎回毎回ねなぜか四字熟語にするっていう、はい、ではこの4つのキーワード早速1枚目からおひつじ座さんの、えー、最高な4月にねベストで最高な一緒ですか4月になる のキーワードと,、えー、と届くべく人にね届く届ける、えー、メッセージみたいなね感じで読み取っていきましょうではこの高いその心ははいお、はい、おおいい感じですねおひつり座さんはい何か最近あれですかバランスが 取れ始めた実感があるというかなんかいい感じにおこれねジャスティス出てますねジャスティスこれご自身の波動がめっちゃ高くなってるとか落ち着いてきてこれ、ね、しかもダイアルカナの、えー「ジャスティス正義」のカードがもう神々しくここに出てますねすごいこの2枚、えっと、まずねこっちから見ていくと。 ですまあ心ここにね天秤があるのと,、まあえーとね、柱が2本立ってたりすごいバランスの取れてる感じめちゃめちゃ出てますよね。最近いい感じに、まあね、この4月前半とね取ってもいいんですけど、まあ、第1週とね取ってもいいんですけどすごいこの何このバランス特にえっ、ー、と まあ仕事とプライベートとかそういう感じよりご自身の中の自分のね軸というか心と体とかね魂と心とかねなんかその辺のバランスがまあそのまあ二つだけじゃなくてねこう全体が整ってる感じがすごい出てますもうダイアルカなだしかなりエネルギーの強い感じでこの高いは波動的な感じとかその 暗いまあ、このね次がこのなんか暗いとかス,ステータスっぽいので物理的にねなんかそういったあの地位が上がったりした人もいるのかもしれないですけどする人した人いるのかもしれないこの羊座さんの中で、ね、もともと持ってるその自信をこうすごくバランスよく持って使って、えー、今のねこのカードが出てるってことは4月、まあ、今ねこれを実感できてない方は。 この4月のねねううちに感感覚としてて訪れるっていう感じです、ね、この心の平安バランスが取れていて、えー、自分の本音と建前がね一致してたり、えー、自分を偽らずにね私がやりたいことをやるそれを応援する、えー、頭マインドがね思考がちゃんとあるとかねなんかそういう感じのイメージがありますねこれすごく。 一致させてるってまあ、自己統合みたいなね。意味でも取れると思います。すごくパワフルなエネルギーが最初からズドーンと出てますね。牡羊座さんなんかもうなんか本領発揮というかね。そのご自身のね。自信があの。 あの暴走することなく <laughs> ないかもできていて <laughs> バランスが取れているもしくは取れていくっていう感じですかねもし今ね実感がない方はだってすごいだ多分これが出てるってことはね2のワンドが出てるってことはあの、まあ、ちょっと,、えっとこういう状態でありながらまあそのいい一時的にねちょっとこうバンバン走っていくっていうよりはおとなしく高い波動のまま。 自分を、ね、大事にしつつこれだってあの、まあとえーとね、歩み出すというか歩き出すっていうよりはこう分岐点がねきてるそのこれすごいですよね二つこれも 2,、まあ、2とか3とかねそのバランスを取っている、えー、2つのもの3つのものものの中でね感覚の中でバランスを取れているこれもね2っていうね、えーとまあ、何か分岐点が。 あるもしくはあったのか、えー、今まで迷っていた何かその方向性とかそういうのが決まってきたっていう感じがしますね。このバランスが取れたバランスが取れている心の平安をできることで見えてくるそのね情熱とかその。 あのエネルギーね。やる気とかそういった基準で選んでいく選択肢。その分岐点っていうのがここに見えてる感じがします。すごい高い高みへねえー。進んでいく高い波動を持って高みへ進んでいくみたいな感じがしますよ。これいい感じ。いい感じです。すごくね。あのなんだろう。自信なんか安心してる感じ。自信に。 自信があってバランスが取れてるから、うんこっちへ進んでいこうって決めていけるいう感じがしますね。この流れとしてはいい感じです。でね、これが二つあるので、まあ自分の、えー、意思エネルギー、えー、をね握って、こう世界をね自分で自分のね軸を自分で持っていて、自分の世界を自分で作っていくっていう感じを見ていつつ、五つここにもう一つ。 あのワンドがあるっていうのはあの、まあ、準備ができてるよとサポートもあるよと誰かねその、えーまあ、メンターになるような人とか支えになるようなブログとか、まあ、動画とかね、えー、アドバイスをくれる、まあ、友人知人家族とかねなんかそんな感じのイメージです、OK、すっていう感じがします一歩出したっていうよりはね準備 OK みたいなこれで分岐点を 選んで進んでいきます。よっていう感じが。受け取れます。いやー、この流れすごく素敵な感じ。じゃあこの座るポジションなのかね。このここの？この心はって感じで、ちょっと待ってくださいね。こんなお、これでこの2枚よいしょ。 いやー何おひつじ座さんの4月暑いこれはすごいこれは座、まあ、座ってリラックスとも取れないこれは何かのポジションあの社会的な何かステータスとか肩書き でもなく何かこう自分の居場所というか自分の中での自分はこうこの世界における自分が作っているこの世界における自分はこうっていうのが見えてきてこのね「ラバーズまたダイヤルかな」<laughs> ちょっとなんかすごいなんかこうなんか象徴的というかすごくこう。 このなんか段階ごとに今起承点結を取ってもいいですけど第一種第二種取ってもいいですけど段階ごとに今ね連続で「大アルカナセット」「ワンドのセット」ってこの流れこのなんかバランスの取れた流れとバランスの鬼 <laughs> 鬼がすごい鬼って言っちゃうね <laughs>、はい。ラバーズこれはまあね文字通りその。 まあ、特に裸の、ね、男女がここに書かれてるんですけどまあパートナー裸の心で、えー、向き合えるとか一緒に歩んでいけるようなパートナーがで出るもしくはそこをその、ね、人と、えーまあ、居場所ねお互いに居場所をお互いの中に見つけていくっていう意味も、えー、あると思います。もしくは、まあ、やっぱり本当にねその一番大事な自分の中のお羊田さんご自身の中の。 自己統合もうこれ何ですかこのダメだしこれもし今できてないとしたらこれこそがキーワードですよともうご自身の中でじゃあ魂がやりたいって言ってることと頭がやりたいって言ってることがずれてるとかねこんなに例えば休みたいって言ってるのに走らなきゃって言ってる頭がいるとか、えー、逆だったりねあのもうゆっくりしたいよって思ってるけど魂はもっとねあのボンボン前に出て。 えと自分を出していきたいって思ってるかもしれないその辺の統合自分の中でのバランスを見つけるその女性性と男性性のね受け入れる受け取る力と開いていく力とかねなんかその与える力とかなんかそういうバランス命みたいな <laughs> あのメッセージバンバン来てますけどこれすごいですね。なので、まあご自身ので、ね、ご状況に応じて これをキーワーワドこれさえこれが今キーワードこれさえ今整えちゃえばもちろんねこれあのまあライフテーマでもあるとも言えるんですけど自分を統合していく自分を見つけていくみたいなねバランスを取るねこの現実世界で生きているとやっぱりいろんなあの考え方思考とかねまあ思い込みっていうのもありますもちろんそれが楽しくてきてるんでねこの人間界。でも 自分の中での統合自分の中での、えー、と言ってることとやってることを合わせるというかね「それこそ」がキーワードでございますみたいなこれこちら、えーと「ナイト」ワンドの中でもこの「2」だったワンドがナイトにねアップグレードされてるやんけっていう「<laughs> すごくないですか?」っていう <laughs> ナイトの。 えー、1のこれ、えー、とここで何んですかね高,高いね波動とか高みを目指していこうっていう方向性が見えてきたみたいな見えてきているバランスを整えて進んでいこうと言った先にですよものすごい情熱を持っていくぞっていうね <laughs> だからこれ時系列で見るとすると第1週目4月ねもう今終わってるので。 あのかなり前が見えてきて先が見えてきてちょっと出していこうかなっていう勢いついちゃってるっていうね2周目でグッと <laughs> あの、えー、こっちでね最初に「整えましょう」「整えたバランスを見つける自分の、えー、高,高い波動をね見つけていくあ合わせていく自分のねこうピント合わせて自分の中でのピント合わせていくっていう感じプラスですよさらに男性性女性性も投稿、えー、しちゃおうぜ」 そしたらぐおっともうワンド情熱とかエネルギーのしかもナイトなんでねこの白馬が「へへ」みたいな「行きますぜみたいな感じになってます。なのでかなり、えっとまあ、勢いがついていてもう座ってるどころじゃないよね居場所を自分で作りに行くぞと、えー、ここにはあるんだぞとそれをね確固たるものにしていくぞエネルギッシュに進んでいくぞっていう感じがしてます。 かなりいい感じまちこぼう暴走する可能性ももちろんあるのでまあ勢いづいてねさあ統合完了みたいないや,やりまくるぞやれることやりまくるぞっていうよりはそういうそういう勢いがね、えー、出過ぎちゃったらまあスーパークアンリラックスみたいなそのもう <laughs> あの座って一回休もうと深呼吸しようみたいなっていう意味もあるかなと思いますこれね。 いやすごいこれ次何が起こるんでしょうかこの「新」新しいっていう単語が来てますねじゃあお羊座さんの4月新しいというこのカードオラクルカードのその心はお,おお <laughs> すごちょっと待ってくださいねすごくないですか今ある 来ましたよはい来ました来てからのこうね新たなもう文字通り新たなですよこれ目目が出る新たな目出ちゃってますよこれすごまあ、ラッキーチャンスってねとってもいいんですけどこれペンタクルエースのペンタクルなのでペンタクルね例えば物,物質的なもの、えーとまあ、お金とか あの仕事とか現実的に見えてる世界の中でこう目がね目が出てますけどこれすごくないですかでこの大きなね手でこう実りをねえまた種を植えるでもいいしこう実りがねボーンとこうできていくんだよとその一歩ずつの目が出ているんですよ新たな目が出ているんですよ。 ここでこう今までのご自身の統合をして自分をすごくあの整えて整えてねその居場所というか自分のえありどころみたいなのをね整えてエネルギー集進んでいく中で新たなちょっとね新しい風起象天の天って感じですよね完全にねすごこれがねえっと新しく芽が出てきます。過去に植えたもの えー、でももちろんあると思いますあの忘れた頃にね出てくるあのこんなことしたいなあんなところ行きたいなこんな人に会いたいなとかあんなもの欲しいなって思って、えー、と動いてきたことで忘れるってすごく大事なんですね執着がないから忘れた頃に目が出てくるって感じがすごくしますこれ。新たな目であり、えー、と新たな風に、ね、なる雰囲気があります。だってこの次 <laughs> 次出てきたの死神ですよこれすごこれは明らかに、まあ、死神でねびっくりしなあのする必要全くなくてあの「ザ生まれ変わり」ですからこれ。これこう整えてきたことであのここにねえなんかちょっとなんだろうなあのジーンってなった感じの。 えー、人たちがいるんですけどこれは古いあなたですねこれ完全に古い、えー、これね自分の中の本当の本,本来の飾り気のない裸のねご自身を統合していくその過程で出てくる古いものいらなくなったもの皮ら、えー、脱皮したねそのもうカラッカラの <laughs> カサッカサのあの もののを回収しに来てくれるんですよねこの死神がなのでそれをすごく応援している新たな <laughs> これめっちゃいいストーリー新たなおいし座さんをあの,あのお,お,そお掃除お掃除サポーターですそんなそんな,なんか緩いキャラじゃない気もしますけどまさにですよねこれ。だって古いもの ここ,にここをやってるプロセスの中でやっぱりあれこれ前はこう普通こうって思ってた信じてたものがあれなんか違う感じがするとかねそれはもうすでに今の新しい本来のねおひつじ座さんにふさわしくないもうあのなんだろうなえっとドン・セービィーなのでそのもうねえっと役に立たないような。 これからキラキラのねキラキラのこれキラ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 の実りがねキラキラなんですけどこのキラキラのあなた新しいあなた新しい目が出てきて新しい可能性新しいドアが開いてっていうこの流れの中でいらないもの手放していきますよあのしがみつかなくて全然いいです。あの なんか古いもの古い部分古い価値観あった見つけちゃった思い込みとかねなんかこう自分が行きたい方向自分がなりたい自分を見つけてきてると思いますでその中でこうふっと浮かぶなんかこう思い込みとかなんでこれうまくいってない思った通りにこれ行ってないなって思った時にふって気づく。 あの意識的にねふっと考えた時に「いや、えー、私俺これにふさわしくないもんな」とかね「なんかいや普通はこうじゃないでしょ」とかなんかふっと出てくる古い価値観とか思い込みが浮上してきたらもうそれはもう手放せてるもうこの状態になってるので「あ見つけたこれいらないんだ」 今までのねあの自分を作ってくれてありがとうさよならさよなら <laughs> さよならっていうかまあもちろんね光にして自分の一部にするっていうことでいいんですけどまあえっとコンセプトとしては古い自分古い概念っていうのはバンバン手放して身軽にねなっていきましょうとこの、えっと「ナイト」なのでナイトの格好してね、えー、死神が、えー、回収しに来てくれますのでそれを。 はいアザーステ光にね返してもらう手伝いをぜひぜひしてもらってくださいすごいいやもう起承天まで来ましたよこれ <laughs> 4種目もしくは「ケツ」の部分ねうわーいいですよこれ深掘りどどの方向っていうねそのどの角度からとかどういう意味で「愛」どうしてここに「愛」がまた「 リマインダーとして来て来、ねはい、なるほどなるほど <laughs> なるほど <laughs> はいえっと愛のねサポートカード2枚、えー、4のカップと、えー、エンペエンペラスかな英語で英語でっていうかカタカナで「女、えー」違う「女帝」日本語が日本語が。<laughs> プレスかな日本語だとねカタカナでえっ、ー、とが出てますちょっとね大アルカナが毎回出るっていうねすごくないですかこれ大アルカナあの正義ジャスティス大アルカナラバーズ大アルカナ死神大アルカナエンプレスみたいなすごおひつじ座さんいちいち 何いちいちていうの劇的にパワフルな,なんかこう変化みたいなね流れみたいなさすが <laughs> さすが押出さんこれいい感じねこれ終わりよしみたいな感じこの4月まとまりました,みたいなじゃ手前にねこのじゃーん不満そうな <laughs> 不満そうな表情が見えます4の4のカップこれカップ初めてですね 今月カップ初めて出ましたよずっとねンワンドが出ててペンタクル出ましたそしてカップカップね感情とか、えっとね、気持ち的な静止的な部分ですよねカップの44、えっと、なのでなん,なんかねやっぱちょっと不満そうなねしっくりこないなみたいな <laughs> あのちょっと違うなとか感情揺れるとかねあのなんかこう差し出されてるのに どうぞって言ってるのに、ちょっとちゃうねんっていうね。ちょっとちゃうねんな、それっていう感じになってます。これね、不満も出ると思います。この新しい自分になって。と古い価値観も手放していて。これね、あの、特に、私もそうだったんですけど、新しい自分に生まれ。直した時に、マッパになるじゃないですか。ゼロから生まれるんで。で、あの、本来の自分の。えー、持ってた。 えー、本来の自分に合った好みとか好きなこととかが出てくるんですよねでそれを最初例えばまあ赤ちゃんがね新しい服着るみたいな感覚だとなんか合わないんですよなんかあ,あれ <laughs> 例えばメイクを変えるとかあのファッションのねスタイルを変えるとかもう出てくるんですよこの新しい自分になる時にね。その時にお,ひおひつじさんの 中なんだろうなこれしっくりこなくないっていうしっくりこなくない俺私みたいなところがまあ自然ですよねこれありますよと。もちろんそれが、えっとまあ、あのかまあ感情論とか気持ち的な部分でこの、まあ、例えば対人関係でもありその、まあ、お仕事でもプライベート家族の家庭関係でも。 家庭環境でも、まあ、人間関係恋愛でも何でもいいんですけどあれってあれってなってくるそれをかんかんえ体験する体感する時期が必ずありますだって新しい自分もうこれですよ完全に新しいパッチャッチャラーってこう出てるねご自身新しい自分がこんだけのプロセスを通して出てきたら。 あれっていう人間関係とか今まで気が合ってたこの人なのに「うん?」みたいななぜか急につまんなくなったりとか「え何言ってんの?」とかねその失礼ながら「えっ?」ていうね自分と気が合ってたはずの人なのにとかえっとすっごいあんだけハマったあのことなのになんか急に冷めちゃったとかねあのなんかえこれどういうこと 何が起きててるるのってななかもしれないです「お忘れなくこれあの新しい自分になったので自然でした」っていう話そうここの愛はえそんな自分も丸不満を感じる自分もなんかこう欲求不満になってるえちょっとなんかイライラしてるなんかモヤモヤしてるそんなのも o、OK、k 丸ですよ、まあ、包括ですよね愛といえば包括もうそんな自分もどんな自分もあり丸ごと丸 そんなあなたを、えー、応援してますと、えー、自分がね一番応援してますそんな状況も OK、えー、とだって新しい自分なんだもんっていうこ,ここをねリマインダーとして思い出していただいて合、えー、わなくなってしまった古いもの、えー、人でもあり環境でもありそれがどんなにその、ま、社会的に例えばあの、まあ、いわゆるその 関係が終わったりすると別れになったりすることもありますよね何かが終わる例えば仕事がいった終わるとかねえプロジェクトが終わるとかそういうこともあるええー？って何この展開っていうこともありますそれも愛で受け止めちゃってくださいなだってそれプロセスだからもう,こう確証があるんですよこのダイアル化なパレードなんですけどえっ、ー、とこのエンプレスが出てますのでえ もうこれ確証されさてるじゃないですかもう,もう全部ね形になるよとこれを超えてこれも愛でね愛で包んでいくともう豊かさバリバリのもう豊かさあふれまくっちゃってる、えー、全部いいこと引き寄せ自分がね望んだものを引き寄せちゃえるよと,、えー、とまあ生み出していけるし形にしていけるそういうね豊かさのもう ななんだろうな象徴ですよ、ね、まあ女性としてはもうこの新しいね例えばうん新しい自分になって新しい出会い,が出会いがあるなりその新しい命としてね、まあ、妊娠ということも取れるんですけど、まあ、ちょっと場合にもよります今のお羊座さんの状況にももちろんよるしそれぞれの方にもよりますけどとにかく愛みたいな「愛愛愛」この流れで。 いやもう大アルカナのオンパレードバランスよくねい1段階ずつ出てるっていうえすごいバランスのとおりバランスバランスできてて新しい自分になるっていう感じ新しいご自身ね毎回毎回その,あの毎週毎週ね新しい自分に物理的になっているというふうに言われてますし。 毎毎毎回回回、まあ、言っちゃえば毎回毎回新しい自分なんですよただこのダイアルカのノンパレードのこのサポートの大きさね愛の大きさこうリマインダーとしてこう出てきてくれているメッセージカードキーワードとして、えっと居場所をね確立していってご自身の新しい新しいスポット新しい、えー、ステージにね行ってどん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 アップグレード。 していっちゃってください。うわ、こんな感じでじゃあお羊座さん2023年4月のえっとメッセージストーリーができました。ぜひお役に立つと嬉しいです。ではまた。